はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴミデッキ製造マシンデューです。さあ本日なんですが、またねゴミ以下のデッキをね思いついたんでちょっとやっていこうかなと思うんですけども、あのねこういうデッキしか思いつかんのよ。ちょ、なんかなんでだろうね、なんかその強いデッキちょっとなんかあんま思いつかないんだけど、なんかクソデッキしか思い、クソデッキ製造マシンでしかない、申し訳ないと思っている今日はクロスカウンターっていう最強カードを使っていきます。クロスカウンターって皆さんご存知ですか？自分のフィールド上の守備表示モンスターが相手モンスターに攻撃されて、その守備力が攻撃モンスターの攻撃力を超えていた場合、まあ、要するに守備力の方が高かった場合ですね、そのダメージ計算時、戦闘で相手だけに与える戦闘ダメージが倍になるという要はね、バイーンってなったとして、バイーンってなったダメージが倍になるんですよ。ってことはですよ、これ要はなんか相手の攻撃力がゼロにできるようなモンスターで、守備力が2000以上のモンスターが、すげえ相性がいいんですよ。例えばね、水マシンスズガとか、ライマシンサンガとか、ああいう系のモンスターってすごい相性がいいと思う。はい。で、今日は、まあ、せっかく新パックで登場したカードなんで、一応ね、まあ、ノーマルですけどね、レアリティは。ですけど、一応新パックのカードなんで、新パックのモンスターを活躍させていきたいなと思って。で、じゃあ、新パックのモンスターで相手の攻撃力をゼロにできるモンスター何かといるんですよ。フォークヒュークっていうのがねちょうどよくいるんですよ。これあのオーパーツの時にやったね、これあのフリッチェで相手のモンスターの打点ゼロにできるんで、これダメージステップでも使えるカードですから、これめちゃくちゃ相性いいんですよ、クロスカウンターとね。でまあ、そうは言っても殴ってくんなかったら意味ないから、あのフォークヒュークを、てかそもそもフォークヒュークって普通に殴られるモンスターじゃないんですよね。なんでかっていうと、その相手の打点ゼロにできるから、普通に殴る、ことはほとんどされないモンスターなんですよね。要は効果破壊されるモンスターなんですよ、基本的には。だから殴らせます、絶対に。で、何、どういう風に殴らせるかっていうと、召喚制限ですね、召喚制限モードするモンスター。なんかもうほんと竜実況チャンネルはもうあの当たり前のようにこのモンスターあのカードが3積みされるっていう当たり前のようにこのカードが3積みされる環境なんて意味わかんないですけども、このカードで、相手がモンスターで特殊召喚成功したら、そいつを攻撃表示にしながら、攻撃しなければいけないっていう、まあ、そういう、効果を、相手に発動させます。で、モンスター効果で破壊してくるとかだったら普通にブレイクするんですね。で、魔法トラップカードの効果で破壊してくるようであれば、マジでほんとあの無力です、この時もうどうしようもありません。まあ、スキノショとかだったら全然いいです。別に、フォークヒューク、あのダメージで使えるんで。だから、スキノショは別にいいですけど、なんかモンスター効果がちょっと一番きついから、だからブレイクするスキル入ってるっていうことですね。フォークヒュークを展開する方法としては、めちゃくちゃ簡単で、あの、大パーツを2体並べてスキル使えばいいんで、すげえ簡単です。だから、モアイ、顎とか、それからなんかこの、あのフリスビーとか、あとガイコスとかあればいけるんで、はい。だから、ギミック的には、あの、新しい異次元とのつながりっていうスキルでね、あの、使って、で、あとトラップカード伏せるだけ。はい。で、あとは、攻撃することも祈るのみ、相手が、うん、頼むから殴ってくれと祈るのみ。早速ね、ゴミデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。君の相手はこ、あーハンドはまあ割といい、ハンドは割といい。ちょネブラディスクねえからあれだけどバック除去されたら悪いけど、まあ行くしかないですね、基本的に。てかさ、あのこう最近除去がめちゃくちゃ増えてるからさ、そのなんか先行であんまさ、そのモンスターエクシーズモンスター立つってモンスター減らすのはあんまり強くないよねと思ってるんだけど、なんかなんならこれ2体で返した方がワンキル取られないっていう。オーパーツ長期間フォークヒューク。はい、スリーキンのエースモンスター出して、で謎のカードを2枚セットして、ハハ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 ハ、一回そのまま殴っていただいて、レッドアイズを融合、あ、レッドアイズフュージョン、なるほど。魔法カード発動、レッドアイズフュージョンはこれはもうね、召喚制限モートするモンスター発動しておくと、このターン特殊召喚に成功したモンスターは、攻撃表示になって絶対に攻撃しなければいけないっていう、そういう制約。さあ、レッドアイズギアクリードと、レッドアイズブラックドラゴンを墓地に送って融合召喚していく、まあ、スラッシュでしょうね。モンスターを融合召喚、はい、はい、攻撃力もゼロにしておきましょう。もう着手したらレッドアイズ、あいつはあのガーディアンの力とかつけられたら面倒くさいから、はい、あ、守備表示出しても見ないよ、それ盾になるから、それ盾になるから意味ないよで、こうして結構、はい、でこれで相手のモンスターの攻撃がゼロになって攻撃表示になるので、これは、このモンスター攻撃しざるを得ないお、ガーディアの力なんかないのか、弱いな、いいのか、いいのか、そんなゴミみたいな展開して
クロスカウンター発動バイーンくっそーろた。さあお相手のことはゆうせいくん、シューティングスターロード。なるほど、シューティングスターロード、まあ、ネブラディスク、フリスビーキーはいいですね。フリスビーキーはいいです。で、反動も強いです。割とバック除去はそんなにしてこないとは思うんだけどね。ちょガム捨てられるとめんどくせえなっていう話あるんですけど、ガム捨てられるとちょっときついですね。ガム捨てられただけで詰むまであります。これ対象取るんでね、すべての効果。シンプルにフォークキューブってね、効果破壊耐性率じゃないんで、なんかシューティングスターじゃなくて、あのシンプルにジャンクデストロイヤーで死ぬっていうのあるんですよね。フォークキューブ出すしかないんだけど、そうは言っても、そうは言ってもここ、こうするしかなくて、モンスターを でもシューティングスターもマジでいないですね。最近久しぶりに当たりました。ほとんどいません。あんなにかっこいいデッキなのに。よし、これでビビるだろ、これはビビるだろ、これ、これはビビるんじゃねえか、相手。こんなスライダービビるんじゃねえか、さすがに。ジャンクシンクロン、はいはい、強いね。ガムねえのかな。なんかめちゃくちゃめんどい、そうじゃん。めちゃくちゃめんどそうじゃん、これ。この伏せカード3枚。ガチで全部クソどうでもいいカードだからね。めちゃくちゃどうでもいいカードだからね。ジャンクウォリアー、はい、なるほど。はいはい、ジャンクウォリアーで、この後にジャンクデストロイヤーが飛んでくる可能性があるんで、ちょっと召喚制限を猛突するモンスターはあれしておきましょう。残しておきましょう。ジャンクシンクロン、普通にね、ジャンクデストロイヤーで詰みなんだよ、これ。詰むの早くないですか。詰むの早いんですよね。あ、スターダスト、あ、でもそっちやったらいいか。そっちだったらやったら、じゃあ召喚制限出しといて、一応召喚制限しといて、でこのターン、特殊召喚に成功したモンスターは攻撃表示になって攻撃をしなければいけないっていう効果。はいはい、 OK です。これなさそうですね、妨害札。あんまり引けていたとしたら先に多分打ってると思うから、まあ多分妨害札ない。ってことはこれモンスター攻撃しなければいけない。はい、クリアマインド来た。でシューティングスター行くしかないと。はい、将来していく。はい、そのモンスターも攻撃をせざるを得ない。もう攻撃者のターンは終了できない。僕には無意味さ。さあ召喚制限、戻するモンスターの効果が適用される。お前のモンスターは攻撃をしなければいけない。さあシューティングスタードラゴンの効果、ほ、1枚、2枚、3枚、4枚、強っ。何バグる、合計5回の連続攻撃だと。まずい、死ぬ。シューティングスタードラゴンの攻撃、ダメージステップ、スターダストミラージュ、フォークヒュークのモンスター効果発動。一つ使い、フォークヒュークのモンスター効果にてお前の打点がゼロになるぜ。ダメージ計算直前、クロスカウンター発動。うわっ、バイーン。お前のカードを信じること、この結果につながった。ちなみにここクロスカウンターじゃなくて、スパイクシールドでもいいです。さあお相手の方、僕に勝つつもりですか。うん、何でっけ、あれかな、ガイアかな、まあ、ガイアだったら、まあ、ブレイクスルースキルで頑張ればいいな。ブレイクスルースキルで頑張りましょう。そんなに相性よく悪くはないと思います、多分。ブレイクスルースキルあるんで、ガイア出されても一応フォークヒューグいますしみたいな、割とね悪くはない。でオーパーツモアいい、でモアってく、でスキル発動、異次元とのつながり、異次元とつながっていくことによって、ランク4出していく。これはね、普通に頑張りましょう。普通にフォークヒュークで頑張りましょう。はい、2500守備はなかなかそんな簡単に抜けないからね、ガイアでは。フォークヒュークいるから立ちろ。フォークヒュークにもモンスター効果無効つけてくんねえかな。ゴルゴニックガーディアンだけずるいからさ。苦渋の決断、なるほど、苦渋の決断、はいはいはい、ああそういうことか。
岩石ビートですね、これね。岩石ビーティング。岩石ビート来た。岩石ビート。さあ、おっと。フォークヒューケの効果読んでんのか。フォークヒューケの効果は、相手のフィールド上のモンスターの打点をゼロにするっていう効果だ。効果無効がついてないから残念だな。魔法発動。おい、お前雑に除去するのやめろ。雑に除去するのやめろマジで。おい、ふざけんなよ。いや、フォークキュークさん、もうちょっと頑張ろう。じわりじわりで勝利されるのマジでないわ。それはないわ。ちょ、もうちょっと頑張ろう。グルコニックガーディアンかな。アシッドゴーレム、どういうこと。え、君もう特殊ができない、大丈夫それ。モンスター特殊ができないそれ。え、マジっすか。ブレイクスルースキル打っても意味ないじゃん。大丈夫、なんかあんな。あ、嘘だろ。